外来種の恐怖。日本には様々な外来種がいるけど、実はカマキリにも外来種がいるのは知ってますか？それはムネアカハラビロカマキリ。最大で8センチぐらいにもなるかなり大型のカマキリで、中国大陸原産と言われてる。中国から輸入した竹ぼうきの竹の枝にムネアカハラビロカマキリの卵がついていたことが原因。侵入が確認されてからも各地の竹ぼうきから卵が見つかっていたらしい。問題なのは、日本に本来生息していたハラビロカマキリよりも大きくて強くて生活環境がほぼ一致していること。これにより侵入が確認された地域の日本のハラビロカマキリは大きく数を減らしている。もしかしたら日本のハラビロカマキリが絶滅に追いやられる未来もそう遠くないかもしれない。本編へのリンクはコメント欄から。